事なんですね。ハラッピーの出張クラフトチャンネル、本日はようこそいらっしゃいました。どうかごゆっくりと楽しまれますよう。第1回より応援ありがとうございます。ハラッピーです。みんなは抹茶って知ってる？茶道でお抹茶を楽しむ風情があるお部屋をお茶室って言うんだって。海外の雑誌でもいろいろなお茶室が特集されてるみたい。見てたらキティの作る木のお家にもお茶室が欲しくなっちゃった。雑誌で紹介されてた京都の山中工務店さんがお茶室を作るすき家作りって技を伝えてるんだって。早速お話を聞きに行こう。バビサビ、京都の山中工務店さんに来たよ。遠路はるばるよくいらっしゃいました。山中工務店の棟梁です。はじめまして、ハローキティです。素敵なお茶室ですね。木や木の皮を編む網代天井、細く薄い木で構成された障子、唐紙、土壁などなど、一つが繊細な作りをしてるんや。なんだか美しいです。整っていてずっと眺めていたくなる感じ。おおきに。わかりやすいのは角だけに自然木の皮を残して四面を美しく削って木目を出した面皮柱やね。すき家作りは自然さと技の調和なんや。分かってきた気がします。ほな、すき家作りの心を理解してもらったところで作業場までおいでやす。はい。うわー、かっこいい。京都の北山で採れた木々をうちは代々使うてますね。大工は誰もが木材にこだわらはるとは思うけどな、すき家作りをする私らは木目が細かい部分を使うとかこだわりがより強いかもしれへんな。強度が増すし、なんか嬉しい気がせえへん。なるほど、強度が大事なんですね。私らは小さな心地よさの積み重ねを高度な技術で成立させんねん。お茶室にもあった面川柱を作る時も機械やなくて人の手で加工することでぬくもりのあるデザインになるんや。そして石の上に柱を立てる時は石の形に木を削ってぴったりとくっつける。すると見た目もようなるし自信にも強くなるんやで。とっても大変そう。せや、やってみるか。結構大変。でも頑張る。もうちょっと。うわぁ、終わらないよ。私らにも結構難しい作業やしね。でも喜んでもらうために頑張るんや。みんなが笑顔になれるようにたくさん努力をされてるんですね。真剣勝負やからな。結構なお手前でした。改めて今日はどうでした？すき家作りが落ち着くのは強いおもてなしの心とそれを実現する高度な技術のおかげなんだなって思いました。せやね、いろいろなお茶室があるけれどそこは変わらへんね。はい、そのおかげで今日だけで棟梁さんと仲良くなれた気がします。これからもよろしゅうお頼申します、キティちゃん。こちらこそよろしくお願いします。山中工務店さんのお話、とってもとっても深かったね。繊細で丁寧な技が人の心を打つ、すき家の心構えってかっこいいな。だから世界中の人がお茶室の魅力に夢中になるんだね。よし、みんなともっと仲良くなれる素敵なお茶室を作るよ。キティの夢のお家作っちゃう計画。50% 完成。ちょっと休憩。あ、一生懸命作ってたらなんだかお腹が空いてきちゃった。お食事行こうかな。そうだ、食器も素敵なのが欲しいな。そういえばおばあちゃんが綺麗な木のお椀を持っていたかも。おばあちゃんにお椀のことを聞いてみようっと。次回はきっとお椀作り。